ベックリンによる4つの落とし作品128はマックス・レーガーが作曲した還元楽曲。題名はベックリン組曲などと表記される場合もある。レーガーが毎人研宮廷楽団の音楽監督を務めていた時期の1912年から1913年7月にかけて作曲された。初演は1913年10月12日にエッセンで行われ。 作品は、ユリウス・ブーツに検定された。アルノルト・ベックリンの4枚の絵から受けた印象を、それぞれ音化したもので、レーガーが珍しく表題音楽の領域に足を踏み入れた作品の一つである。カール・シュトラウベに当てた書簡の中で、レーガーはこの作品を同時期に書かれた、バレエ組曲作品130と共にいずれ書かれる、公共曲への最終準備と表現している。 しかし健康的経済的その他の理由から結局レーガーが公共曲を完成させることはなかった。フルート3、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、シンバル、大ダイコ、タムタム、トライアングル、ハープ、言語部前4曲からなり演奏時間は25分から30分程度。 ありがとうございます。